トビケラはトビケラメトライコプテラの昆虫すべてを指す。資料によってはトビゲラとも表記される。トビケラメは毛羽ネ目ともいい、ほとんどの種で羽がが指ウに追われている。全世界で46か12000種以上が認められており、日本ではそのうち29か400種以上の生息が認められている。完全変態をする一群で、 蝶目との共通祖先から進化したと考えられている。体は感情、長い糸状の触覚を持ち、羽を背中に伏せるようにして止まる姿は一部のオガ類に似ている。幼虫はほとんどが水性で、細長い芋虫状だが、胸部の不足はよく発達する。頭胸部はやや硬いが、腹部は膨らんでいて柔らかい。また、腹部に気管エラを持つものも多い。砂や、 植物兵を自ら出す絹糸に絡めて、円筒形その他の巣を作るものが多い。巣の中でサナギになる。ウカの際は、サナギ自ら巣を切り開き、水面まで泳ぎ上がり、水面や水面上に突き出した石の上などで成虫になる。このようなウカ様式が多いが、黒土トびけらなどでは、水中ウカも報告されている。また、トびけらは種による差が認めにくいものがあるために、 同定は難しいものも多い。幼虫は、巣の形で属レベルの同定が可能なものもある。成虫については、羽に、明瞭な反紋や色彩を持つ種もあるが、地味なものが大部分で、死ゆの生殖器の構造を見ることが必要になる。水生昆虫としては、流水性のそれとして川カ,カゲロウと肩を並べる。幼虫の生活する水域は種によって異なる。 渓流や綺麗な川に多いが、故障や池などの止水にも生息する。その他小さな湧水や岩盤をしたたる流れにも生息する種がある。海産や陸生種もわずかだが知られる。ただし最近のスカンジナビアやカナダにおける研究では、気水域には予想以上に多くの種が生息すると報告されている。日本の気水域における研究は皆無である。トビケラ類の幼虫は、 イサゴムシと呼ばれ、水中生活で多くが巣を作ることで有名である。巣は、水中の小石や枯葉などを幼虫の出す糸でかがって作られる。巣の型には大きく形態型のものと固定型の二つがある。もっとも一般的なのは、落葉や砂流、礫などを綴り合わせて作られる。鞘状や筒状の巣で、形態層、筒あるいは、ケーシングと呼ばれる。体が、 ぴったり入る大きさで、前方から、東京部を出して移動したり、採示したりするもので、いわば水中の身の虫状態である。水中の植物質を餌とするものが多く、歴で巣を作る人形飛びけらなどが有名である。これに対して、島飛びけらや、髭長川飛びけらなど、増毛性と呼ばれる種類の作る巣は、渓流などの石に固定されており、 その一部に糸による網が作られ、ここに引っかかった竜か微粒子を食べる。これらに対して例外的なのが流れ飛びケラカで巣を作らない。幼虫は裸で水中を移動し他の水生昆虫を餌とする。多くは渓流の水生昆虫か明かりに飛んでくる小さな虫であって直接の利害はない。長野県では渓流の水生昆虫を ラザムシと呼んで食用にする。その中心はヒゲナガカワトビケラである。その他の利用としては、渓流釣りにおける餌として使われる例がある。特殊な利用例として、山口県岩国市の近帯郷付近における人形トビケラの巣の土産物としての販売が挙げられる。この種は筒の両側にやや大きめの砂竜をつけ、溶化する際には、前後端に砂竜をつけて蓋をする。 この高端の石を頭に見立てなな副人や大名行列を作る。シマトビケラ類の幼虫は水力発電所のダムの排水管に入り込んで壁面に巣を作り水の速度を落としてしまうことがある。大発生した成虫が不快外虫とされる種もあるほかアレルゲンとなることも知られている。河川では数の多い昆虫であり多くの種があることから 川ゲラやカゲロウと並んで河川の水質調査の際の指標生物とされる。特に、シマトビケラやヒゲナガカワトビケラなどの増毛性の種は、水中の小石が増水等で移動するような場所では、安定して生活できないと考えられる。そこで、水生昆虫の中にこの類の占める割合を増毛係数と呼び、河川の安定を示す指標と考えている。ありがとうございます。